これが食べたかったはありませんか。大丈夫ですか。イベント楽しめましたか。はい、ありがとうございます。どうも、藤沢です。どうもどうもです、皆さん、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございました。これからも皆さんと山田温泉と高山村とみんなうまく幸せになるように、頑張っていきたいと思いますので、またやるときはぜひ協力いただければ嬉しいと思います。それでは誠実ながら万歳三唱なんて皆さんよろしいですかね。いいですね。やはりこういう時代なら7分に行きたいと思いますが、ピーチさんの方で掛け声ちょっと一ついただいてよろしいですか。え、やらないの。やらないの。やらないの。じゃあ2人で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 、はい、それでは、皆さんの幸せを願いまして、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それぞれ、ね、出展された皆さんありがとうございました。ご協力の大変ありがとうございました。長野インターネット放送局と言いますけども、はい、こんにちは、はい、今長野県は山田温泉に来ておりますけども、その、会長さんであります、今回イベントの主催者でもあります宮川さんにお話をしたいと思います。はい、すいません、今おっしゃったように、その初めてそのワインを作ろうと思ったその原因は、そのワイナリーさんの委託だったんですか。そうですね、ワインを作ろうというか、もともとワインがこう若い自分から好きだったし、はい、うちの、まあ、祖先というかね、親父もワインが好きだったもんですから、やっぱ将来的には自分のブドウを作ってこうワイナー、まあ、ワイナリーを作れればいいんですけども、なかなかそんな技術もなかったもんですから、委託で、ワインを作ってこう飲めればいいかなというような感覚で、来たわけです。私作ってるのは、まあたまたま高谷城、中野の高谷城ファンなんですけども、はい、宮川さんもじゃあ、ワイナリーやってるんですか。じゃあ僕はやってないんです、はいはいはい、僕は全然やってないんですけども、はい、委託でワインをお願いして作って、ブドウを提供して、ブドウを作ってるんですね。ええ、ブドウを作ってる。生産者じゃない。はい、生産者。じゃあブドウを作るようなきっかけになったのはないかな。そうですね、もちろん自分の作ったブドウから、はい、ワインを作れれば自分で飲めば一番面白いかなっていうような感覚で、ずっとこう1年飲めるっていう、まあ、大量ではないですよね。そうです、だから今委託で作ってるのは約1000本ぐらいになって、はいはい、どのくらいできるんですか。何本飲む、飲む、まあ、1日というか2日で1本飲んだとしてもですね、200本あるかないかでいいわけですよね。ただ、まあ、1000本も作れば販売しなきゃな、はいはいはい、で、まあ、酒屋の免許を取って販売もしてます。どのような特徴があるんですか。そうですね、爽やかで飲みやすいワインに仕上がってます。フルーティーなワインかなと思います。今長野県は結構ワインにこう盛り上がってると思うんですけども、はい、将来的にはどうなんですか。将来的に今20年30年後にはまあ世界にこう認められるようなワインになってくるんじゃないかなとは思ってますけどもね。なかなかやはりこう人種が違う中では、それなりのワインができるかどうかっていうのはちょっと難しいとは思いますけどね。やっぱワインは美味しいブドウからって基本なんですね。そうですね、ほとんど 80% はブドウからって言われてますので、まあ、醸造でいろんな形ができるような技術にはなってますけれども、やはりこうブドウの香りをこう 100% 生かすっていうには、やっぱブドウがしっかりしたブドウでないとっていうようなことを言われてます。僕醸造家ではないんで、ね、なかなかそこまでちょっと勉強はしてないんですけども、はい、高山村でやっぱり気候的にいいブドウができるよっていうのはシャルドネですね。僕の、まあ、教えていただいた方
あ、これ格闘農園で農場長やっておみられた佐藤総一さんって方なんです、はい、昨年ちょっとお亡くなりになられちゃったんですけどもね。 その子孫は元気に今日問屋って形でそこで問屋で自分で、生ハムを製造したり販売したり、あるいはワインブドウも2ヘクタールぐらい作ってます。もともとその方が高山村はいいだろうって形で二十数年前にワインをワインブドウを作り始めたということを聞いてます。今日はどうでしたか、3年ぶりということで。そうですね、昨日今日と2日間実施したんですけども、はいはいはい、まあ、そこそこコロナの中でも、まあ、お客さんが出向いてくれてるという感覚は感触はありましたね、はい、今後どんなふうに続けていこうと思ってるんでしょうか。そうですね、今後も、まあ、この地をもう一度利用してね、はい、ちょっとまた少し広めていければ、いいのかなと思います。もちろん首都圏へも PR をしたりしてはいます、はいはいはい、ね、今日はたくさんの人たちがこう協力してやってるんですけど、主にどんな方がこう協力されたんですか。そうですね、いろんな職業を持ってますね、はい、役場の職員であるとか、はいはい、あるいは、自分の仕事を持ってる方とか、はいはいはい、あるいは議会の議員さんもいますし、それからそうですね、ワイン栽培をされている方、生産者ですね、一番のね、生産者もいますし、なるほど、はい、あとそうですね、この観光協会で、事務局をやっておられる方もいます、はいはい、まあ、いろんな方を抱き合わせにしたり、ワイナリーへ勤めておられる方もいますし、まあ、一つの目標としてはどんなことがあるんでしょうか。目標としてはですね、ワインはやっぱ世界へ広めていきたいということがありますし、おこそはそうですね、高山の美味しいものを近隣市町村なり、あるいは首都圏なり県外ですね、そういった方から、あ、高山村へ来てこういう料理を食べたっていうような、まあ、もちろんここでしか食べられないジビエだとか、それもそのところで作って自分で販売もしてますんで。なるほど、世界に通用するようなワイン作り、そうですね、今後の目標ですね、まあ、頑張っていきたいと思ってます、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、いい、今日はギリギリすいません、はい、ありがとうございました。いい、どうぞです、はい、よろしく。はい、こんにちは、長野インターネットと申します。はい、こんにちは。こんにちは、どうも。山田温泉の区長の藤沢と申しますが、同じように、大曽に乾杯の実行委員もやっております藤沢と申します、よろしくお願いします。私、こちらの方の、スパワインセンターの方の中で、はい、お店をやっておりますので、はい、そちらの方の関係もありますので、あ、先ほど言った区長という関係もありまして、はい、主催みたいな形で今やらせていただいております。まあ、2日間にわたって大変ご苦労されたというふうにお聞きしたんですけども、はいはい、どうもその山田温泉とワインが結びつかなかったんですけども。あ、なるほど、はい、はい、その辺どうなんでしょうか。その結びつかないところが狙いなんです。なるほど、ワインと温泉は何をやるんだというところでね、実際本当に温泉入っちゃうとちょっとお酒なんでまずいね、あ、ちょっと体とかもまずいんですけども、はい、足湯がありまして、山田温泉には何箇所か、はいはいはい、その足湯に入りながら、通常はちょっと足湯はちょっと食事とか飲食はできないんですけれど、はい、今回は特別私区長の立場から皆さんにご協力いただいて、食べたり飲んだり、はい、でワインを飲みながら足に入って、はい、でこの秋の最初の風にこう揺られながら、ワインが飲めたらなっていうことで、そういうのがあったらいいなと思いまして開催いたしました。高山村は大曽の方のジビエとか野菜とか、はい、まあ、もちろんおやきとか有名なんですけれども、そういうのを食べながらワインを飲みながらというのが大変いいんじゃないかと思いまして開催いたしました。このイベントをどんなふうに展開していこうと思っているんでしょうか。そうですね、過去3回はここじゃない場所でやってたんですけども、はいはいはい、まあ、この温泉というのもなかなか結びつくことができましたので、まあ、ここでやるもよし、以前 その広場みたいなところで戻すもよし、皆さんの意見を聞きながら年に、ね、1回だけじゃなくて2回3回と開催できればそれもまたいいかなと思いますので、そういうことで頑張っていきたいと思います。今日は出店は何点ぐらいあったんでしょうか。そうですね、十数点なんですが、今流行りのちょっとコロナのね、感染者の濃厚接触者とか感染者とかいろいろちょっとございまして、はいはい、ちょっとね、減ったり増えたりして、はい、ちょっとありましたけども、大変な時期ですよね。そうですね、10点絡みで、ご出店いただきました。
まあ、今後そういう数が増えたり、はい、生産者もどんどん増えていけばいいですね。もう大きなイベントになればね、皆さんが潤いますのでいいと思います。高山村のその特徴のあるワインの味はどんな味なんですか、はい、爽やかな味でございます。なるほど、爽やかなワインを皆さんね、はい、飲んでいらっしゃると思いますので、はい、ありがとうございます。今後も発展していけばいいですね。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。最後に抱負をお願いします、はい。これからも、世界のワインとなるよう、みんなで頑張っていきますので、ぜひ皆様も、ワイン飲みに温泉に入りに美味しいものを食べに来てください。ありがとうございました。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。